ドジャース、ダイヤモンドバックス、2日、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平選手が1番、指名打者で出場し、1点ビハインドの7回無視一塁の打席で2戦ぶり27号逆転ツーランを放ち、通算501打点をマーク。日本選手3人目の通算500打点を達成するとともに飛距離132メートルの豪快弾で直近14戦10発とし、ニーヨズナ、ブレーブスに6差をつけて独走している。 通算500打点は日本選手では一郎、780、松井衆、760に続いて3人目。動画、歩くまでもねえ逆転27号の大谷、確信に大立ち、が反響投手は何を投げりゃいいんだよ。な表情休曜日明け、6月22日以来、10日ぶりのホームゲーム。 日本文化を紹介する球団恒例イベントジャパニーズ・ヘリテージ・ナイトが開催された試合で快音を響かせ、地元ファンを熱狂させた。大谷は初回に左翼戦二塁打で出塁。西から4番ティ・ーヘルナンデスの右翼戦二塁打で先制のホームを踏んだ。3回の打席は痛いアクシデントに見舞われた。カウント1月2日からカットボールを打ったがファウルボールが自身の右足つま先を直撃。 大声を上げ、バットを放り投げるほどの激痛で顔をしかめた。ベンチからロバーツ監督やトレーナーらが飛び出し、その場で走って足の状態を確認した。プレーを続行したが、カウント2月2日から内角高め直球に空振り三振を喫した際には踏ん張りきれずに右足を浮かせるほど。ベンチの階段を降りる足の運びもぎこちなかった。同点の5回はカウント2月1日から内角高め。 ボール気味のカットボールを詰まらせながらも仲間へ運んで5戦ぶり32度目のマルチアンダを達成した。大谷は前日まで82試合に出場し、ボブモン、打率、本塁打、得点、超打率、オプス、デナリーグ1位をマーク。打点は64に伸ばし、トップとの差を4に縮めた。試合前には来季の投手復帰を見据え、フィールドでキャッチボールを行い、70球を投げた。 また、来年7月にニューヨーク州クーパーズタウンにある米国野球殿堂博物館で開催される展示会野球とベースボール、太平洋を越えた日米の野球交流の記者会見に同僚の山本由伸投手らと出席。展示品として日米の記録や功績を刻んだバットを寄贈し新しく日本生まれの選手たちの展示会がクーパーズタウンで開かれるということで非常に嬉しく思っています。 その中で自分のバットも含めて多くの展示品が展示されるのをすごく自分自身も嬉しく、日本の野球界にとっても大きなことだと思いますと話した。米大リーグ機構、MLB はこの日、オールスターゲームのファン投票最終投票の途中経過を発表。ナリーグ指名打者部門の大谷は得票率を前日の61%から65%に上げ、シュアバー、フィリーズ、 人の差をさらに広げた。